こんにちは。こんにちは。お腹シリーズ。授業中、会議中にサボりながらお腹痩せしようのやつ。これはでもね、お客さんに、はい、足あれちょっとできないよと。激しいよって。今回のお腹痩せ、この会議中や授業中にできる。はい、もはやもうね、バレない。おぉ。バレずにお腹痩せできる方法があるんで。任務を遂行できますか？できますね。もうこれやばいと思うよ。最強痩せでしょ。お、最強痩せ。もうね、だから早速紹介しちゃいたいんで。はい、いきますよ。お願いします。まず超いい姿勢をまず保つ。もうめっちゃお腹に力が入るぐらい姿勢を正す。はいはい。そのまま胸だけで左右に振る。もうここより上だけで左右に振る。これを1分間やり続けるってのはどうですか？やりましょう。じゃあいきますよ。はい、用意スタート。こうコツはさ、あります？コツ、コツはこれ、頭の位置はそのままで、腰もそのままで、ほんと胸だけこう動かす意識ですよね。肩をさ、動かすイメージか。ああ、お腹はもう動かさないで。そうですね、もうこの上だけね。これめっちゃきついぜ。こうすごい、こうやっぱ脇とかも、脇腹とかもめっちゃ力入ってますよ。いや、これやばいぞ。ずっとやったらやばい。あいつもう、あいつなんか揺れてんな、もう感じさせないぐらいの揺れだと思うんだよ。確かに、うん、絶対バレない。ピカロンでいける。だって映してるのか。パソコンもやりながらできますよ。先生って3の事情です。不正解よ。みたいな感じでいけそうじゃない？確かに、いけますよこれね。はい、 OK 終了。おお、これいける、いける。1分ですか？今1分。おお、これもうずっとやれるね。ずっとやれます。これ本当にとんでもなくすごいことになるらしいですよ、腹筋が。マジで。はい、次、もう椅子に浅く腰をかけて、はい、こうですよ。背筋を伸ばしながら、これを1分間いきましょう。1分間いきましょう。はい、じゃあ用意スタート。もうね、足を下につけないで、はい、上げ下げするだけなんで。これイメージはね、今座骨、はいはい、座骨がこうお尻に当たってるような感じ。ああ、そうですね、うん、確かに。椅子を手でこう少しこう押さえたりするとやりやすいかも。あ、確かに。しんどい人はこれでもありですね。うん、でもゆっくりでいいです。もうめっちゃゆっくり。どうすか、お弁当食べながらできそうですね。いや、お弁当美味しくねえよ。これでお弁当食べても美味しくねえ。これね、膝をなるべくこうくっつけたままやる。あー、そうですね、うん、腹直筋、下腹部がすごい、これ。まあね、下っ腹痩せに、はい、痩せたいから。確かに。これ、どうすか？やばいっす。そろそろやばいっす。先生、はい、金子くんが辛そうです。OK 終了。よし、これ今ね、2分。こんなもんね、俺だったらもう自転車乗りながらやると思う。自転車乗りながらこうやっちゃう。車の運転しながらでもできそうですか？こうやってね、はい、もう電車の中でもさ、こうやってできるし。で、多分こうさ、前の人がこうやってやってんじゃん、はい、って、あれ俺の目がおかしいのかみたいな感じ。そっち動いてるよなみたいな感じに思わせる。なんだ、目疲れてんだなって思わせるっていうね。ちょっとしたこうね、幻覚を見せる。すごい技ですね。目の錯覚をね、目の錯覚をっていう効果があるんで、うん、ね、はい。ぜひやってみてください。やってみてください。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。